それではまずはじめにニューヨーク市マンハッタンジャパンパレード&ストリートフェア2024への参加にかかる海外現地プロモーションの実施について申し上げます。本年5月11日にニューヨーク市マンハッタンで開催が予定されておりますジャパンパレード&ストリートフェア2024に私も含め本市から総勢19名で参加をいたしまして現地プロモーションを実施いたすものでございます。経緯といたしましては本年1月のニューヨークタイムズ紙の記事をご覧になられた在ニューヨーク日本国総領事館から一般財団法人自治体国際化協会通称クレアと申しますけれどもそのクレアを通じまして本市の参加要請をいただいたことを受けまして関係者との協議調整を経て参加を決定いたしたところでございます。このイベントは今年で3回目の開催となりましてニューヨーク市のセントラルパークウエストの81丁目から67丁目へ向け約1キロメートルを南下するパレードでございます。例年現地の団体を中心におみこしや踊り武道着物などの日本文化の団体など約90団体以上約2500人が参加され日本文化を PR されておられます。また隣接する街路を開放して日本食や文化紹介等のブースが並ぶストリートフェアが同時開催をされておりましてニューヨーク市内で一般市民向けに実施される日本関連のイベントといたしましては最大級のものでございます。本イベントには日本に関心があるアメリカ人や在留邦人を中心に約5万人の来場が見込まれ昨年はアメリカ国内のほか日本をはじめとする海外へ100件以上のメディア報道がされたと伺っておりまして高いプロモーション効果が見込まれるところでございます。なおこの度日本の自治体からの参加は本市のみと伺っております。当日の山口市のパレードにつきましてはモニターとお手元の資料でイメージ図をお示しをいたしております。国宝瑠璃光寺五重塔と山口七夕提灯祭りに湯田温泉のマスコットキャラクターをデザインしたフロートという山車に乗車して PR を行うことといたしております。その内容といたしましてはニューヨークタイムズ紙に取り上げていただいた山口祇園祭りと湯田温泉を中心に発信いたしたいと考えておりまして山口祇園林保存会の10名の奏者によるお囃子の生演奏と湯田温泉のマスコットキャラクターゆうこちゃんによる湯田温泉の PR を行ってまいりたいと考えております。私も観光コンベンション協会理事長とともにフロートに乗車いたしまして本市の歴史と伝統文化をしっかりとお伝えするトップセールスを実施してまいりたいと考えております。またこの度の訪問に際しまして多大なるご協力をいただいております現地のニューヨーク山口県人会の皆様も一緒にパレードにご参加をいただけると伺っているところでございます。なお山口七夕提灯祭りの雰囲気がお伝えできますようにこのフロートの柵に笹竹をくくり提灯を吊るした姿をお見せできるよう現在現地受け入れ先と調整をいたしているところでございます。また同時開催のストリートフェアでは日本政府観光局ニューヨーク事務所やクレアニューヨーク事務所と連携した山口市ブースを出展するなど現地プロモーションを実施することといたしております。さらにこの度の訪問に際しましてはニューヨークタイムズ本社や在ニューヨーク日本国総領事館などを表敬訪問いたし本市への観光誘客はもとより本市の特性を生かした今後の街づくりに向け関係者の皆様との関係構築にも取り組んでまいりたいと考えております。この度のニューヨークタイムズ紙の発表を一つの大きな契機として捉えまして国内外からの観光客のさらなるおもてなし体制の充実を図りますとともに
先月下旬にお会いいたしましたクレイグ・モドさんも言われておりましたように、山口市民の優しさ、地方都市としての魅力、これらを含めた本市の魅力をトップセールスを通じましてしっかりと発信してまいりたいと考えております。そしてより多くの皆様にこうした本市の特色や魅力を感じ取っていただけますよう、山口市全体のまちづくりにつきましてもしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。ニューヨーク市マンハッタンジャパンパレード&ストリートフェア2024への参加による海外現地プロモーションの実施については以上でございます。次に、交流促進空き家活用事業の提案募集について申し上げます。本事業につきましては、市内の空き家を貴重な資源と捉えまして、空き家の活用による地域の新たな交流の創出や地域の魅力の向上、移住定住の促進等を目的として創設いたしました補助制度でございまして、応募者の方からご提案いただきました事業につきまして、コンペティション方式による審査を経て事業採択事業を決定するものでございます。また採択事業につきましては、空き家の改修にかかる費用として100万円を上限に支援いたすことに加えまして、事業実施に必要となります自己資金をクラウドファウンディングで調達される場合には、その手数料部分に対しまして20万円を上限に支援いたすことといたしております。本事業は平成29年度から実施をいたしておりますが、今年度の事業実施にあたりましては、本市が第二次山口総合計画後期基本計画の重点プロジェクトに掲げております農山村エリアの地域活性化、これを進める観点から、これまで採択事業にかかる補助率を市内全域で一律2分の1といたしておりましたものを、今年度は農山村エリアで実施される事業につきましては3分の2に引き上げ、制度の拡充を図ったところでございます。4月1日から募集を開始しているところでございまして、今後のスケジュールにつきましては、審査会への参加意向申請申し出書の提出期限を6月17日月曜日、事業計画の提出を含む参加申し込み書の提出期限を7月1日月曜日といたしております。また審査会の開催および採択案件の決定につきましては7月中旬を予定いたしているところでございます。なお本事業におきまして、これまで10件の事業を支援をいたしたところでございまして、4月1日から放送しております市の広報番組この町に会いたいにおきまして、本補助制度および令和4年度並びに令和5年度に採択いたしました2つの事業の取り組みを紹介いたしておりますので、ぜひご覧いただきたいと思っております。本市といたしましては、空き家の活用は各地域における課題解決や魅力の向上に向けた重要な要素であると考えておりますことから、ぜひ多くの方々にご応募いただきまして、農山村エリアをはじめとした地域の活性化につなげてまいりたいと考えております。交流促進空き家活用事業の提案募集につきましては以上でございます。